ですね、次はですね EDS のデータを取ろうと思います。で EDS の立ち上げなんですけど、実はねこちら側にこのモニターの電源があります。これをでポチッとします。でモニターの電源がつきます。でその後どうするかと言いますと、このね検出器用の PC がありますので、これに電源入れます。ポチッと、これ書いてありますね、インカって。で電源入れます。で検出器なんですけど、検出器入れます。検出器はねこの装置のこのこちらのこれです。でこれがよくね場所が変わってるんでね、まあこの位置でもいいですわね。でこれを回して入れます。回してこうやって近づけます。こうやってね、あんまりいろんな情報をねつけるとねいけないですからね、できるだけ必要最小限にしてください。出しとかね、ここねこう回してね、こうするいいですね。でこれができるでしょ。今立ち上がってますね。あむ。よいしょと。セットアップはこれ終わりで、あとはちょっと待つだけですね。もうちょっと余裕あるんですけど。まあ今こんな風に通ってて、両側ということですね。それで、まあ、おおむねいいところまでやりましたからね。まあ、これでもいいんですけど、あともうちょっとだけやっておきましょうかね。よいしょっと、ああ、いいか。なんか、カメラがうまくいかないな。見せてはいけないものが出てくるかもしれないので、ちょっとこっち側に寄せておきます。ちょっともうちょっと、検証してから、ちょっと頑張ってくださいね。よいしょっと。それでちょっと困るんですけど、ちょっと外しましょうかね。見せてはいけないものが見えるって感じで、右側についたモニターのですね、この横に、あーもうなんか見せてはいけないものが見えてる気がする。委員会のショートカットってこれがあります。これをですねクリックします。ちょっと待ってくださいね。この見せていけないものが出てくるからね。ダブルクリックですからね、左をね。あ、で英語版になってるな。できるだけ大きなバージョンにしたんだけど、他の情報も入らないように。じゃあいいでしょう。まあこれでいいでしょう。あんまりこれで情報が入らないはず。よし、これでいいでしょ。でこんな感じになります。で今ね英語バージョンになってます。これね、日本語にもできます。で日本語にしようかなと思います。私日本人なので。で日本語のやり方は一応説明しますと、まずですね、ちなみにこれね、あのキーボードも共通です。パーって変わります。でどうやってやるかと言います。まずはオプションのプリファレンスの、ランゲージ言語設定、これをオンにしてアプライすると日本語になります。 OKOK。 でもう一回起動させなきゃいけないですね。もう一回ちょっとチェックしてみましょうか。プリファレンスの、いいですね。じゃあこれちょっと、まあ、ちょっとずらします。まずいのが出てくると思います。でこれで閉じて、でもう一回クリックね。でもここ映ってるだけでもやばそうな気がしますけど
なのでこれ日本語になりましたね。こんな感じで日本語できますね。こういう感じでやってください。よし、いいでしょう。で、ですね、マッピングっていうのがここにありますね。これでいいかなと思いますね。蘇生見るときはポイント ID なんですけど、まあ、マッピングでいいです。蘇生で ID も使えますよ、もちろんね。で、マッピングからやっていきましょう。で、マッピングで、これ上から順番にやっていくだけです。こっちを寄らなくてもいいです。これこっちを寄るのは分かってる人がやればいいです。でもこれこのままでいいです。で、サンプル。サンプルで次。で、ここに来たら、これで開始です。収集開始って書いてますね。これクリックします。そうするとね、この左側の画面。セムで映ってるぞと同じのが出ます。これシュッシュです。で、その次にですね、次の場面行きます。次の場面の下に行って、で、この、収集のボタンをクリックします。そうするとですね、この範囲であの画像を取られます。取得されます。まあ、ここのところはね、カーボンテープで貼ってあるんで、カーボンテープの目は丸分かりなんですけど、まあ、どこの部分を取ってるか分かりやすくするために入れてありますね。で、こう取っていくと。こうやって取っていくわけですね。で、この下に元素とか出てきます。ね、こんな感じでやってきます。こんな感じでやってきますよ。でね、まあ、一回ダミーのデータも入れればね。で、こんなようになります。で、これが終わったら、これが終わってると思うんですよね。そしたら次行けばいいですね。次はここまで行ったらこの下でマップが出ます。で、いっぱい出るんですよ、候補がね。で、ちょっと待ってくださいね、目が悪いんでね、映らないといいですけど、いろんなもの出ます。うんうん、いいですね、いいですね。こんなもんですね。はいはいはい。グレイトグレイト。うん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 、いいんじゃないでしょうか。うんうんうん。で、こんな風にして、あとは元素設定で検出されたやつの中身減らせます。例えばどうしましょうかね。こんなのはないですからね、ランタンオイルとかのはないですから、それで戻してやると減ります。で、あとはこの目の印を押してやると、変わります、コントラストが。例えばね、これ分かりづらいなって時にこれを押してこれとかにしてやるとコントラストがあります、こうやってね。あとこれを変えてやったりとかできますんで、こうやってね、分かりやすく見えるようにしてあげてください、ね、そうするといけます。こんな感じでいきます。で、あと次ですけど、レポートってところがありまして、で、レポートってところで、選びます。これはあんま気にしなくてもいいです。で、レポートの種類ですけど、レポートの種類は人によりますね。どれがいいですかね。スマートマップの、今回の場合はマップの、X 線マップ横とかがいいですね。で、このワードを押していくと、毎回押していくとこのワードが新しく追加されます。例えばこれでこうやって作ると、こうやって作られて、さらにこれをこのまま残したまままた別を固定して、これを押すとこの後に追加されます。だからね、いちいちファイルは作らなくていいです。同じところを見ていくときには、見ていったときの後にこれポチポチポチと押していけばどんどん追加されてきますので、そうしてください。今回はね、ちょっとこれダミーデータなので、やり方だけ教えたので、ダミーだけなので、こういうことはしません。で、マッピングもほぼ同じです。マッピングっていうのを選んでやっていくだけです。まあ、マッピングやるときはまた後からやりますので、今回ちょっとこれで終わります。で、まずマッピングちょっと私データ取りますんで、ここで終わりします。次回はですね、終わり、ポイントかまたはあれですね、終了手順ですね、どちらかですね、終わります。